メインのビニール式が終わりましたので、次は電熱温床の設置場所を確保します。この木枠で囲ってあるところが電熱温床にする予定の場所です。最初に土を少し除いて中央を低くし木枠を埋め込みます。周りよりも少しこの木枠の中は下げてあります。木枠の頂上が普通の土地の高さとぐらいになっています。一番底には穴開きのビニールを敷きます。約10センチ四方ぐらいに小さな穴が開いたビニールです。熱線をほぼ均等になるように設置します。200ボルト品再利用のために必要以上に電熱線が多く入ってます。次にもみ殻を入れて熱線の作動試験 OK です。これで加熱部完成です。これ温度測定のセンサーです。こちらから加熱線とセンサーの線が入ってます。最後に防寒用のビニールと布団をかけて完成です。こんな感じで全体を覆ってます。夜にはこの布団をかけて断熱材とします。もうこれで今日からでも使用可能です。電熱温床に各種の種まき品を入れまして、これから苗作りに移行しておいて、していきます。電熱温床の設定温度30度Cに設定しました。